午前7時半過ぎ、国際クルーズ船が3年ぶりに入港です。乗客300人を乗せて長崎にやってきました。長崎港での受け入れ再開後、入港第1号となったのは丸太船籍の国際クルーズ船オイローパー2です。新型コロナの影響で2020年2月以降、県は国際クルーズ船の入港を見合わせていましたが、感染状況の落ち着きを受け、乗船前のワクチン接種などの船側の感染症対策を条件に予約を受け付けていました。本当にジーンときました。向こうから入ってくる姿を見て、なんか新しい時代が始まったんだなっていう感じがしました。この船にはドイツを中心に欧米からの観光客およそ300人が乗船。長崎市内を中心に遠くは島原の観光地を巡りました。およそ3年ぶりとなるクルーズ船の入港でにぎわったのが、港近くの南山手地区です。ここでは乗客が長崎の味を買い求める姿が見られました。昨日とかに比べたら全然お客さんの、もうこの歩いてるお客さんの数が違うので、ヨーロッパ系の方は久しぶりですかね。はい、鯉がこう登っていくと竜になるっていう、はい、T シャツなんですけど、今日はその外国の方にはこれが売れましたね。はい、昔みたいな賑わいが、はい、戻ってくるのを、はい、期待してますけどね。また乗客の姿は長崎市の原爆資料館にも。ロシアによる核の威嚇が続く中、被爆の実相を知りたいという声が聞かれました。Right now, in the moment, with the Russian aggression, that they telling open about the possibility to use this weapon again. And that horrifies me. The museum shows these things, that everyone has to see. この町の今ちょうどお祭りが始まったフェスティバルです。一方、佐世保市も今日は外国人観光客でにぎわいを見せました。こちらは今週から江迎町で始まった繭玉祭り。佐世保港に3年ぶりに入港したのはアメリカの船会社が運航するノーティカ。佐世保には初寄港で、欧米のシニア層を中心におよそ500人の乗客が大型バスに乗り込み、佐世保市内の観光地に向かいました。江迎町の繭玉祭りを訪れた外国人観光客は、江戸時代殿様専用の宿泊施設だった江迎本陣屋敷などを見学、日本の歴史や文化を楽しんでいました。In Australia, we had a lot of lockdowns, so we could only go 5 kilometers from our home. This morning, it's lovely to be able to have the areas of cultural significance that you can still visit while being in lockdown. 酒蔵で日本酒も楽しんだクルーズ船の観光客。長崎港では明日以降、さらに5隻のクルーズ船の受け入れが決まっていて、インバウンド需要の取り込みによる長崎経済の活性化が期待されています。